ななんかかールームバグってるかなちょっと暗くなっちゃうんだけど大丈夫かじゃあ話すねそう昨日もプラメで送ったんですけどなんと昨日 1000m 走りました猛暑日の中やばくないですか 1000m だよ昨日そうちょうど昨日ね テストが終わってあもうやっと解放されたと思ってね <laughs> よかったと思ったら体力測定未受験者の人は校庭に集まってくださいって言われてちょっと待ってみたいな <laughs> 1,000m やってないなということではい 1,000m 走りましたで結果はですねあのー、去年より1分程度あの遅くなってましたんという感じなんですけども。 まああのね暑い中もう <laughs> とまあしっかり最後まで走り切ったのでもうねテスト終わりなのに頑張ったよますはい頑張りました布 <laughs> さんお疲れありがとうございますそう頑張ったんですはいということで皆さんお久しぶりですもう何から話せばいいのかわかんないんだけど何を 話せばいいかな？配信してなかった。期間何があったかな？結構いっぱいあったはずなんだけど。うん。おけいごさん、明日までテストです。頑張ってください。明日までテストはいと乗り切ろう。もうテストは本当にね。私もしんどかった。今回はすごい強化が多くって、もういつになったら終わるんだろうってずっとなってたんだけど、そう。友達と問題出し合い1個したりとか。 と友達がたくさん教えてくれましたありがとうみんなそうアウトオブ48そうだねそれが多分みんな一番印象残ってるよねそうだよねアウトオブ4が悪いぞ大丈夫かな皆さんアウトオブ 48, <laughs> オブ48ありがとうございました見てくださった皆さん なんと前々回かな前々回で、ね、ちょっと一個またあの絞られる回があったんですけどあのー、ね、はい、どうでしたでしょうか止まるよねなん,でだろうそうなんと私は今回ねそう今回。 あのー、聞こえててるるかな結構止まってるよねちょっと待ってね一回ちょっと w i f i んかやってきてもいいですかちょっと一旦電波をどうにかしていきますちょっとごめんね一旦ね <laughs> ちょっと待って,て、ね、ちょっとで行ってきますちょっと,ちょっと で、変わってればいいんだけど。うわー、変わってないかな。見えてますか、皆さん。どうだ。うわ、変わってないな。なんで。ごめんなさい。うわ、めっちゃ止まるね。なんでだ。すいません。 ちょっとまた、なんか、やば、やばかった、もう一回。来ますね。続きをお話ししたいんですけど。聞こえるかな。アウトオブフォーティーエイト。で。そう、今回は。順位順でよく。そう。 順で,呼ばれたんですけどちょっと見てるかな順位順で呼ばれたんですよそうでなんと今回私5位指名でしたありがとうございますもう前代未聞ですよねええー、みたいなもう私もええー、っていうおええー、っていうまあ結果は結果なので ちょっとありがたく、真摯に。もう嬉しいです。ありがとうございます。皆さんもね、すごい、あの。あの、放送の後に、ひゆかちゃん、ごいびっくりしたよって言われたんだけど。も私が、多一番びっくりして、これ待ってる時に。ごい。坂川ひゆかさん、ええー、でも、私も。 もちょっとにやけちゃったもんね。ええー、みたいな。そうでもすごく嬉しかったです。頑張ってよかったです。はい。評価的には自信あったの？うん。でも自信はありました。正直いっぱい練習したし、そうやっぱ練習めっちゃ頑張ったんですよ。本当に今回ワナビーすごい難しかったのでめっちゃ練習して。 見せ方ととかか表情とかこのなんて言ううだろうメリハリハどういうとこで力強くいった方がいいのかとかすごい考えてやったから、まあ、まあ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 自信っていうかまあうん頑張った成果を出せたらいいなという感じそう不安はあんまなかったんですけどそうまさかの恋ということでありがとうございます。<laughs> そうね、もっとなんかドアップにしてくれたら多分私のなんかもっていう決めてる表情を見れたかと思うんですけどそうちょっと遠目だったけど伝わってたら嬉しいなと思いますそうそれが多分前々回でで前回の放送があのー、練習次の課題曲が発表されてそのボイトレのレッスンとかダンスだったと思うんですけどそうボイトレね そうあの私実はあの褒められててあの映ってなかったんですけどね放送ではそう実は褒められていて何を褒められたかというと私今回「ボディソウル」はラップ担当だったんですねラップのパート担当でそう意外じゃないでも私意外とねそういうなんか早口の「ブルブルル,ル,ル,ルみたいなそうラッ,プがラップとか結構好きでえ嬉しいと思ったんだけどで そのボイトレの先生に「何かラップやってた?」って言われたのね「えやみたいな「やってないんですけどね」って思って「本当ですか?」みたいな「やってないです」って言ったら「どこでそれなんか習ってきたの?」みたいなこと言われて「嬉しいです」ってもう本当にね映ってなかったんだけどね映 <laughs> ってなかったんだけどそう実は嬉しいことを言われていてそうありがとうございますっていう。 そうちょっと皆さんにも共有は言 <laughs> 嬉しかったのでそうだからちょっと皆さんもぜひ放送楽しみにしていてください頑張ったのでもうラッパーバレちゃったねラッパーバレしたそうそうなんですよ <laughs> ねもうサラダからラッパー坂川にちょっとワンチャン転生しようかなって思ってるんですけど はい、楽しみにしていてくださいはいそうもう本当にボイテ r の先生すっごいお優しくってあのもうね私のもうこの歌に対しての欠点とかいいところとかなんかねいいとこをすごい伸ばしてくれてめっちゃなんか「頑張ろう!」自分が苦手なところもすごい分かったから めちゃめちゃね素敵な先生といいますかもうすんばらしい先生だなって思いましためちゃめちゃねモチベーションがグンとねあのレッスンで上がりましたうんそうすごいだからねあのあと実はあの後もレッスン終わってちょっと聞けなかったなってとこう私一人でねちょっといいですかって後から聞きに行ったんだけど もうマンツーマンなのに本当にねもう優しくもうね分かるもうほかにない疑問点って聞いてくださってもう分かるまでねたくさん言ってくださったんですよもう本当に感動ありがとうございますという気持ちでしたそうなのでぜひねもう皆さんどうなっているのか本番楽しみにしていてくださいでダンスレッスンそうでダンスレッスンが参加できなくって もう本当にそう学校があって今回は本当にねチームメイトのみんなに救われたんですけどそうはい電波が悪い電波が悪いいい <laughs> なんでだあじゃあちょっとギフト読みますね

頑張ってます。日々。<laughs> 電波がよろしくないけど。キャンタさん、誰もありがとうございます。チョコミントさんも牛、ありがとうございます。山ピーさんも会いたい。 国野潤太郎さんもありうございますチョーキングさんクマありがとうございますクマサラダの方ですよねそうですサラダの方でありがとうございます,す、ね、そう,すう,すそうえめっちゃカクカクだねテンポ悪い ごめんなさいね。ちょっと許してください。そう、今日はかく、かく、かく。え、やばいね。え。一旦もう一回行ってきていいですか。 今日はもうこのままでカクカク配信でいかせてくださいごめんねそうなんでだろうなんかあったのかなちょっと久しぶりすぎてねそう私の気持ちがちょっと電波多分追いついてなくって私のこの皆さんに会いたいっていう気持ちがねちょっとちゃっててそう申し訳ない。 <laughs> はいそうそんな感じでね明日もアウト・オブ・フォーティエイトありますからしていてくださいク川さんハートありがとうございますそう愛が重すぎてそう電波が耐えきれてないですごめんなさい許してくださいそうでサラダ逆顔なんだけど、ね、本当に 来ましたとかすごい多くって皆さん本当にお話会も最近ありましてお話会もありがとうございましたすごいもう本当にねそう嬉しかったですえもし画面が止まってるのかなえどうしよう <laughs> そうお話し会はねもうめっちゃ楽しくって結構ね今年初めておお話話し会会をを経験したんですけど個別お話し会をねもうね私のためにそうやって時間を作ってくださってることがもうすごく嬉しくってもう毎回毎回ね皆さんがすごい嬉しいお言葉とかも言ってくれるからそうすごい活力になってます。 サイドさんハートありがとうございますはヤちゃんさんカニありがとうございますワットさんめっちゃ可愛いありがとうございますシャッターさんもダルマありがとうございますそう、もう本当にねいろんな方が会いに来てくださってまあ初見さんももちろんだし久しぶりに来たよっていう方もだしいつも来てくださってる方もだしすごいいろんな方が来てくださって あとととししししまましでききたたかか気になってきましたとかすごい嬉しくってで一回ねお話し会で初めて前回会ったのにすごいよくってまた来ちゃいましたとかそう言ってくださる方もいてありがとうございます本当に嬉しすぎますね皆さんもどうでしたかたくさん思い出が作れたと思うんですけれどもどうだったかな 来ちゃいましたそうなのみ,み,み,みんなねそうまた来ちゃいましたって言ってくれてありがとうございますそうあとねそう友達に紹介してその友達連れてきましたとかみんなに布教しときましたとかそういうのもすんごい嬉しいんですよもうねどんどん言っちゃってください <laughs> どんどんもうモンですからぜひねたくさんお友達連れてきてください バンボシさんクマありがとうございます。そうです。もうね、今週末もオンラインお話し会ですから、ぜひねオンラインお話し会で会える方も皆さんお待ちしております。はい。嘘遠くまでひゆかちゃんの声聞こえる？ーそうもう私ね興奮しちゃうとね本当に声がでかくってまあ普段からちょっと声が大きめなんですよ。 クラスでもね私が喋るとみんな振り向くぐらい結構私声声結構なんかははっちゃうタイプあすとかそうちょっと朝もみん,なを目みんなの目を覚ますために「おはようございます」声が大ふふ。<laughs> ゆうゆうさんユ太ユさんしょうくんショウヒロさんありがとうございます美香さんもありがとうございますそうだからすごいでもそんな元気が欲しいとか最近元気ないなって方は是非私の元気を受け取りに来てください待ってます <laughs> 誰でもお お、固まってる。大丈夫かな。お、めっちゃ楽しいです。だって、売れ、もうめっちゃ止まってる。私も話してて。いや、なんでだ。そうですよ。は<な>るさん <laughs>。そうだ。チームほうの。ファイナルコンサートも。 8月あります、ね、そちらもお楽ししみにてていいくださいもう行ってるので全然ねもう皆さんとのチーム4での思い出がちょっと少ない人より少ないんですけれどもファイナルコンサートねたくさん思い出作れるように頑張りますので見つけてくれたら嬉しいです。 ありがとうございます。チョコミントさん、会いたい、ありがとうございます。はい。そう。ね。そうだよ、皆さん、ぜひ。 ね電波やばいねちょっと電波が気になりすぎて頭が一瞬で真っ白になっちゃうんだけどごめんなさいいいいありがとうございますえっ、ー、ループしてる声は聞こえますかど,どうだ でもいいですか。もう一回、ちょっといってきます。え、いいのでは。いやー。ー戻ったのでは。戻った。戻ったー。よかったー。来たかも。よかったー。よかったよー。動いてる。いえ。 動いてる?。大丈夫?。動いてる?。<laughs> よかった。よかった。<laughs> という感じです。あ、よかった。お。じゃ、この調子でいきましょう。うわー、嬉しいね。やっと。落ち着いたよ。翔くんハートありがとうございます。 アウト,オブフォーティート頑張って、ね、ありがとうございますや、はい。電波に,勝ったいやー本当にねもう皆さんとほ本当に全然しばらく会えてなかったのでそう配信ずっとしたかったんだけどもう予定がパンパンでそう,もうテスト期間がもうとにかくとにかくもううわーって感じでもうテスト期間に配信しようかなって本当に迷ったんだけど。 でも今回は本当に期末テストという大事な大事なテストだったのでいや真面目に勉強頑張ろうと思ってそうちょっと控えちゃったんだけどでもやっとこうやって皆さんとお話できているので幸せでございますね夏っぽいことを皆さんしましたかき氷食べたって来てるけど私はねアイスは毎日食べてダメだよねダメなんだけどアイスは毎日食べてます <laughs> だよ、ね、でもさすがに 1>, 1日1本1本という感じではい1日1本にしてますよかき氷は食べたうん食べましたわなんかねお祭りっていうか、まあ、やったいみたいなやつがちょうどあのグリーンセンター私行った写真上げてたの知ってますかあのしましまの服着て結構イエーイっていう感じでサングラスつけてるやつなんですけどインスタにも多分 ツイッターにもあげたんですけどグリーンセンターに行ったんですよそしたらグリーーンンセンターで屋台が出ててかき氷があってわお！と思って食べましたメロンとイチゴ食べました <laughs> 2種類美味しかった皆さんは何が好きですかかき氷私はメロンですメロンかあのねカップのなんかね売ってるやつスーパーとかで売ってるやつだと コーヒーのかき氷みたいなやつがあるのねあれ超美味しいよね真ん中にちょっとクリーム入ってる真ん中白で周りがコーヒーのかき氷のやつあれ結構好きブルーハワイも美味しいよねでもブルーハワイなかなかなくない私基本的にいちごとメロンとかしか甘みかけないんだけどブルーハワイえブルーハワイ多いねそっかじゃあ今度食べてみるね 皆さんのおすすめなようなので、うん、ね美味しいよねーわかるそう抹茶抹茶も大好きでも抹茶のかき氷って結構 そうちょっと待って電波悪くなってる一瞬になったねまあでもでもでも一旦落ち着いてください電波さんお願いお願いあとちょっとだけお願いそうなんかねでも好きや今好きやでねやってるよねかき氷食べたい抹茶のかき氷やってたんですよそう 食べたい、あんまないからさ、<laughs> レアだよね食べたい。そう。ケイシンくんハートありがとうございます。あ、でもね、うなうなじゅううな牛かうな牛食べました好きやで。<laughs> そうすき家のうなぎ食べましたようなぎ食べたそううなぎゅうすき家でなんかねうな,うなぎと牛丼コラボしてるやつめっちゃ美味しかった皆さんもぜひ食べてくださいよかったですようんそう うなぎね昔あんまりなんかねそんな好かなかったんだけど結構今日今日じゃない今日じゃない最近食べたんだけどめっちゃ美味しかったですちょっとまあ大人になってきたのかなって思いますけどそう <laughs> はいそんな感じで。 <laughs> そう最近は学校も楽しんでおりますしっかりはい本当にねテストも大変だったんですけども友達と毎日わはわは笑って楽しんでおります、はい、そうあそう今日またびっくりすることがあって何かと言いますとあのー、今日先生に 言われたんですよ今日はなんか前回までは学校の友達に言われましたよとか学校の友達があの来てくれたよとかだったんですけど今回は先生が今日今日だよ本当に今日これはもう本当の話なんですけど今日朝こうやって行ってて先生が言って「おはようございます」って挨拶したら「大阪は?」って言われて「うっいやあんまりその喋ったことがない先生で。 おえー「はいはい」みたいな怒られるのかなと思ったのなんかしたっけなってめっちゃ考えて「えどうしようなんだっけなんかしたっけ? <laughs>」と思って「はい」って言ったら「テレビで見たぞ!」って言われて「ええ!」みたいな「テレビで見たぞえー、みたいなでうちは「えっファニクっちゃってテレビテレビか!」と思って「ありがとうございます!」みたいなそうでそしたら「 もうん頭になんかかぶってて「いや輝きはないかーい!」ってもう輝きですよん!」と思って「あそうです」みたいな輝きですね」って <laughs> なん,かもなんかもう「はい」みたいな「輝きですよね」って言って「<laughs> そうそうそう」い <laughs> やでも私も「ああ!」って言って「輝き!」とか <laughs>。うもうね朝みんなもうすぐいるのねもうすぐ生徒の人も「おはようございます」みんなねそうみんないるのに。 先生ってねそうですねーっ,てってもうほんとありがとうございますねーではでは」ってってそうもう嬉しくってまさかねそんなしかも、まあ、ちょっとお話ししたことある先生とかだったらわかるんだけどほぼ初めましての先生というかえ嬉しいと思ってねそうびっくりしちゃってそうでも嬉しい本当にそういうね見たよっていう。 言ってくれるのはすごい嬉しいんですようんそう最近テレビで見てるぞみんな頑張ってるなとか言われると本当にもうめっちゃうれしくってもうめっちゃ頑張ろうってなるんですよそうだからみんな是非んかこの配信見たよって方とかテレビ見たよって方はもうめちゃめちゃ伝えてください「ゆかさん見ました」って言ってください是非う本当に。 ししくお願いしますもう私はめちゃめちゃ褒められて伸びるタイプなのでそうやって言われるだけでもその一日のテンションが爆上がりしますので、はい、ぜひお願いします <laughs> そうで友達そう友達前ねあの話した友達がいるんだけどアウトオブフォーティーで見てるよって言った友達覚えてますかあの ゆうかちゃんアウトーブ48見てるよっていつなのって毎回聞いてくれる友達がいるんですけどそうその友達もそう「いつ配信するの?」とか「今日アウトまブ見ますよ!」とか <laughs> そう毎日言ってくれるのねもう可愛くてもうしょうがないのもう嬉しいって思ってねで今日いや今日ですよとか言って <laughs>「いやもう見てますからね」もう生き残ってくださいよ!」任せてくださいよ!」って そう二人でワンセカワンセカしてるんですけど、そう嬉しい本当に、そう、もうね優しいんです、そう、それがもうね日々活力になっております、もう皆さんのね、そうね最近ねツイッター不具合だったじゃないですか、で二日ぐらいツイートが見れなくって。 皆さんのそのそ私めっちゃエゴ,サエゴサーチするんですけどすいません正直に言いますエゴサーチめっちゃするんですよはい「グはひらか」で毎日本当に見ているんですけれどもあの見れなくって2日間もう結構私いやあのえっていうもう結構気持ち的にだ堕落していたんですよえな,なんで見れないっていうはい なのに最近ねそのやっと見れるようになってねもう皆さんがもうちゃんとね私が見れていない時もしっかり「ハッシュタグューメール」とかでメールの返信をしてくださっていてもう嬉しくってもうその見れなかった分のツイートとかも全部見さ,見させていただいたんですけどいや本当に皆さんありがとうございます。 そうだからねもう皆さんのそういう比喩メールの返信とかあとあれもですねあの何ていうのメールの返信だけじゃなくて「今日おはよう」とか「今日も一日頑張ろう」とかもう些細なことでもすごい嬉しいのね「さか酒よわひゆかか可いい」とかでも,もうめっちゃ嬉しいのね「可愛い,いってなるのね。そうだからたくさん ぜひ皆さんハッシュタグ坂川ひゆかハッシュタグひゆメールとかでたくさんつぶやいてくださいもう全部見てます <laughs> 全部見てますはい。もうテスト終わってねもうずっと見てましたねもうテストから解放そしてこの嬉しいコメントなんて幸せなのってもう寝れませんでしたその日はねもうテスト終わりは <laughs> やばいもうアドレナリンがすごいってなってましたそう友達とね言ってましたテストからの 開放で寝れないってみんな言ってました <laughs> はやちゃんさん可愛い,いめっちゃ可愛い,いありがとうございます渡辺サブローさんかな短冊ありがとうございますそう嬉しいですそうぜひ皆さんお願いしますこの配信の反応でもいいですし 合ってますねはい <laughs> さあ皆さんはそう逆に私はこんな感じでしたが皆さんはどうでしたか私が全然配信できていなかったんですけどその期間どうだったかな私また自分の話しちゃうんだけどそう夏になって結構私ねちょっとちょっと夏バテ気味かなって最近なっていてそうだから皆さん気をつけてくださいねちゃんと水分補給して体調は気をつけましょう私もう私も。 体調管理しっかりします大好きです嬉しい大好きです私もお仕事してましたそっか大変一緒ですね私もテスト頑張ってましたお疲れ様です寂しかったです私もです私もです、はい、美白頑張れてる頑張ってるんだけどねたまに忘れちゃう でも歩く時はちゃんと日傘さ,さしてますよこうやってお嬢様風にで昔私言ってたよね入学当時に高校入学当時に日傘さ,さしたいんだけどなんかちょっとお嬢様って感じがして恥ずかしくてあんまさせないって言ってたよねもう今ではもう何も考えずパッてはいやってます <laughs> ねえそっか最近忙しいかそうだよねうんこの時期は多分皆さん忙しいですよね本当に皆さん無理せず体調第一で絶対無理せずね本当にはいもう無理せずです是非ねこの配信とか私のメールとか日頃の SNS の更新が皆さんの少しでも活力になっていたら嬉しいなと思いますのでもう是非気休め程度に私の SNS フォローとかいいねとかしてください。<laughs> はい、気休め程度に今日ヒューガちゃんは頑張ってるなーぐらいで、はいぜひ見てください。サッターさんなるまありがとうございます。はい。<laughs> むしろ生活の中心です嬉しい本当にありがとうございます。もうそれはもう願望。 ですそれが一番嬉しいですよかったそう, <laughs> そうだあさて七夕だね七月七日七夕皆さん願い事なんか書きました私はもう書いたんですけどそれは七夕の時に写真あげるね書きました私は願い事 でも七夕ってすごい嬉しいよね昔給食小学校の時に給食で七夕ゼリーっていうのが出たんだけどすごい特別感あって好きでした星型のねなたてここみたいなやつが入っててめっちゃ欲しかったイメージがあるうん七夕だから好きですうん <laughs> 食べ物 そう七夕釣りですあそうだ劇場にも書いたねそうだそうだ劇場にも書いたよ是非劇場行ったら私の七夕短冊見つけてください何て書いたかなでも結構本当に私が今願っていることを書いたはず幅広い活動に挑戦できますようにだったかなそう あれ今何分だ私なんかバグったりいろいろしてたから結構経ってるかなと思うんだけどどうだあえ四41分立ちちすすぎぎじゃ <laughs> ぎじゃゃなないい私のあのー、電波のせいで「立ちすぎじゃない?」っていう話なんですけどえー、悲しい。 じゃあ、あ分になっっったら言ってくだださいい <laughs> ランキンキグ読みますあっという間だねもっと私話さないといけないことがたくさんあるはずなんだけど電波のせいで結構飛ばされていて何を言おうとしたか忘れちゃったんだけどでも久々にね本当に皆さんとお話できて嬉しいです待ってました本当にね。<laughs> 皆さんも待ってましたか？私はねもう皆さんとお話ししたい、もうこれも話したいのに、うわーってなってたんですけど、やっとこうやって話せて嬉しいです。ナッカーさんハートありがとうございます。はい。嬉しい待ってたよありがとうございます。うん。 ね、なのでぜひねもしもっと話したいと思った方は個別お話会お待ちしてますしね来てください個別お話会個別お話会私も大好きなの気持ちとかお話とかいろんなのが聞けてすごい楽しくて好きなんですよそうなので皆さんお待ちしてますよ <laughs> おオンラインおしまし追加する気になった 追加しちゃってくださいよ、それは <laughs> する気になったんならしちゃいましょう、それはありがとうございます、嬉しいお、横浜の個別お話会デビューしますお嬉しい、待ってます <laughs> お、なんだサッタンさんバルマありがとうございます中ッさんも花束ありがとうございます さんも短独ありがとうございますあそう TikTok そう最近結構更新したんだけどそうなんですよあの今トップに固定してあるやつが300何 K いってて「ねえ!」みたいなびっくりするぐらい結構っっててるるんんでですすよぜひ皆さん TikTok も見てください。 そうそうびっくり私ももっとバズ,バズるバ,バズらせるね <laughs> 頑張りますバズってるやつの写真だねバズってる時に撮った写真そうどのくらいいくと難しいな基準がでもね うん何百 K だと結構って感じ何百点何 2K とかはすごいと思うちょチョーキングさんくまありがとうございますそうなのでぜひ皆さんもっともっとバズらせちゃってください <laughs> お願いします。<laughs> はい。シックスティーンは充実してますか？シックスティーンは充実してます。満ちゃしてます。楽しい、もう毎日日々楽しいですよ。もう充実しまくりです。 ワンダーランドそうワンダーランドねそう振り作ったんですよ多分ね AKB の公式の方で写真いや間違った動画撮ってもらったので多分 AKB の公式さんが上げてくれ次第上がると思いますぜひ公式の方でも見てください個人でもちょっと撮ろうと思うので見てくださいはいそう皮膚色に染めまくってます そう結構ね皆さん皮膚科色を愛用してくれててま,また悪くなってるよね <laughs> また悪くなってるよねそうね悲しいいやそうですよそういえばですけど もう今年も下半期に入ってるんだよえやばいよあと今も七7月7 8 9 1 0 1十1 2 7 8 9 1 0 1二。1 2うー <laughs> っていうえー、っていうねあと6ヶ月下半期ですね いやーもう下半期頑張っていきましょうよも,うもちろん下半期ももうかっ飛ばしていきますよ2023年も皮膚回りに染めよさですよね <laughs> 頑張りましょうね皆さん下半期も一緒に頑張りましょう上半期はね確かに振り返るとすごくすごく充実していたので下半期もこの調子で 充実していいいいけるといいなとな思います <laughs> ええー、上半期はでもすごいいろんなことがあってコンサートもあったし輝きちゃんのロケもありましたしうんなんかいろいろ変化があったんですよエイトも活動休止になっちゃったりとかうんいろいろ変化があったんだけど。 でもその分自分の中でもいろいろ変化できて成長できた上半期でした下半期は逆にその変化になれる時かなと思いますし今の現状に甘えずいろいろ挑戦していけたらいいなと思いますのでそうですねそれかな下半期は挑戦短冊にも書いたけど挑戦と変化になれるですねはいそれを目指して 頑張りますファイトな <laughs> のでぜひね皆さんついてきてくれたら嬉しいなと思います応援しててくださいフフんんんんんん 雨降ってきた。雨降ってきた。お、もう五十分になる。じゃあ、そろそろランキングを読みますね。では、いきます。十三位ワイプさん、ありがとうございます。また、見てくださーい。十二位サブチャンさん、アットマーク。お、どこだ。比喩、比喩から明るさに燃えてしまいました。ありがとうございます。また。 見てください <laughs> 11位チョコミントさんアットマークやらがごめんねいやいやもう全然ですよもう皆さんありがとうございましたまた皆さんお待ちしてます見てください <laughs> 続いて10位ユーユーさんありがとうございますまた見てくださいありがとうございますまた見てください8位ショウ君アットマークのいや今日も仕事頑張ってますね ありがとうまた見てくださいがんばれ7位けいしんくんありがとうございます続いて6位ごめん先生いますまた見てください <laughs> 5位ジ gs さんよろしく 待ってます。ありがとうね。また見てください。また。見てください。三位、ひろさん。三、はい、位。二位。けんとさん。香川が。 お、いる A チームが一番 A チームになるなるお、なるなるそうな A チームになるなるだよぜひ見てくださいありがとうロロロロロロ順位変わっちゃったじゃあもう一回行くねごめんねちょっともう一回行くねでは行きます十三位ワイプさんありがとうございますまた見てください十二チョコミントさんアットマーク お、そうだね。チョコミントありがとうございました。また見てください。11位はやちゃんさんありがとうございます。また見てください。10位翔君、あとマークもありがとうございます。また見てください。9位けいしんくんありがとうございます。また見てください。8位ごめん先生、ありがとうございます。また見てください。7位 gs さんお話会よろしく。ありがとうございます。また見てください。ありがとうございます。また見てください。 5位ヒロさんありがとうございますまた見てください。4位ケンタさんありがとうございますまた見てください。3位バンボシさんありがとうございますまた見てください。2優優さんありがとうございますまた見てください。そして1位はサブちゃんさんアットマークそうだねヒューガの明るさに燃えてしまいましただよねありがとうございますまた見てください。 ありがとうじゃあちょっとラッキーカニカに行きますね二十二マコトさんありがとうございます三十八シーツさんありがとうございますまたはいということで皆さん今日は本当にありがとうございました久々の配信で ちょっと電波が私の気持ちに追いついていなかったのですがもうね本当に画面止まったり見にくかったと思うのですいませんでも今見てくださっている皆さん本当にありがとうございますまた皆さんと会えるのを楽しみにしていますので今日はゆっくりお休みくださいましお疲れ様でした一日また明日から頑張りましょうね <laughs> では私も寝ようと思います <laughs> おやすみなさいこちらこそ配信ありがとう見てくれてありがとう、ま、じゃあねおやすみありがとうございましたバイバーイ